りました。ブリタンチャンネル。ハロー。アコギガ芸人リオニーのムーメント。アコギガ。しょちゃん。またゴー。パンダ。先生。よろしい。娘。こんばんは。こんばんは。今日はですね、サムネタイトルにもある通りご報告の動画になります。はい、はい、何のご報告かと言いますと、今世紀最大の終幕っていうね、あのテーマで、今回舞台発表するんですけども、2つございます。お、はいはい、まず1つ目、なんと1月30日日曜日に2年ぶりの有観客ライブ決定しました。ね、ありましてですね、延期やらできる環境がなかったということで、100万人イベントから約2年ぐらい、はい、やっていないんですよ。はい、なので1月30日に日曜日に開催するんですけど、場所がですね、なんと皆さんも知っている豊洲ピットです。おー、豊洲ピット、知ってます？豊洲ピットやばいよ。豊洲ピットいろんなアーティストさんがライブやったりとかしてる。そうだよね、東京だ。そうなんですよ。今回ですね、1部と2部の2部構成でやらせてもらいます。はい、はい、で、開演時間、会場時間、それぞれの時間帯はですね、今こちらに出てると思うんですけど、はい、こちらになります。もう久々にやるものなので、はい、1部と2部でもう全く違うものをお見せしたいと思いまして、はい、そしてさらに今回はテーマがあります。もうタイトル発表します。タイトル、はい、はい、プリットチャンネルフィフィスアニバーサリー To Everyone in the World です。おー、意味わかる？かっこいい。意味わかる人？いや、あの、世界を、これだから、そのワールドって言ってましたもんね。ーワールドは世界なんで、あの、世界を勝ち取れみたいな雰囲気ですよね。うん、ですよね。いや、世界の皆さんへって、はい、で、サブタイトルで工業高校って。なんで使うんですね。サブタイトルなんですか。なんか世界の真逆だろうな。工業高校そうないよ。ちっちゃくなっちゃった。何かよ、すごい下だから。すごいな。リサ、でも久々でもすごくない人いるって感じしますよ。そんな久々だろって。まだ存在が、あれ、よろしい、解明終わりました。ハッチなのかこれ。そっか、生配信さん、生配信さんから気づかないのよね。はい、というわけで、なぜイベントあるかというと、私たちは5周年を迎えます。おお、4月に。それのイベントになりますね。もうスペシャルですね。普通のやっているイベントとはわけが違う。記念すべきだからアニバーサリーということなんですけど、今までやってきたイベントは当日楽しみにしていただきたいという気持ちだったので隠したんですけど、今回はある程度もう発表させます。おお、5周年っていうのは今このメンバーだけでやってきたわけではないじゃないですか。はい、なので一部では卒業メンバーも出演します。おお、卒業メンバーってことは、のののさん、のののさんはじゅん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 できるから。そんなセミ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 、すごいですよ。卒業メンバーも出ると。はい、すごいすごい。あと2年ぶりに総選挙します。おお、そのメンバー含め。そうなんです。卒業メンバー、そうなんですよ。卒業メンバー含めた12名で今回はやります。前回回取ってるあたりが非常にビクビクしてます今。で、その投票はですね、来てくださる皆様に投票していただきますので。なるほど。はい、します。その一票がね、大きく左右するということになります。他にもあります。その卒業メンバーを含めてドリームトーナメントを開催したいと思います。え？え？今まで大型企画の時に願い叶えますってやつ。ああ、ありました、ありました。はい、あれのもうワンデートーナメント。ええ、なんか叶えてもらえるんですか。そうです。どんなトーナメント？え、殴り合いですか。殴り合いっていうジャンルも出るかもしれないですけど、これは当日のとあるルーレットで決まる。わあ、なんか分かんないんだ。それまだ分かんない。運もすごい。誰と対戦するかも分かんない。その他にもいろいろあるんですけど、盛りだくさんです。一部ね。一部でこんだけ。そういうことです。たくさんあるね。はい。そして第2部。はい。第2部は全くテイストを変えて、私とアボキングのサシです。サシ？どういうことですか？え、サシライブ。ああ。まあこれ決着せなきゃダメ。え？何の話？何の決着？まあね、いい加減決着して。5年もあったらいろいろありました。まああったよね。なんなら5年目。トリガーね。トリガー。ありました。トリガー対決。トリガー対決。どっちがこれからトリガー？マジで？あったので、そこを含めたものとプラス豊洲ピットさんはライブハウスなんですよ。なので曲やら演出やらもバンバン使ったそういうイベントチックなことをやっていきたいと思って。おお。で、なんとスペシャル MC をちょっとその日声かけております。これもね、期待膨らませて。
して当日この人見た時にいろんな感情が湧き起こっちゃうと良くないので、はい、言います。なるほど、はい、え、事前告知、はい、誰、田畑さんです。わー、田畑、巨大メロンソーダを一緒に食べた。懐かしいですね。やっぱタバさんも5周年に欠かせないから確かに思ってますね。出てるからね、お世話になってるから普段ね。まあ、チケットなどもこちらで今テロップ出てると思うんですけど、プラスですね、トヨスピットさんはライブハウスになっているので、これとは別に600円のドリンク代もかかってしまうっていうのをね、ちょっとご了承いただけたらと思います、はい、そしてですね、グッズも販売します。おわ、ぜひ皆さん手に取ってみてください。はい、お願いします、はい、第2部の方は限定のグッズも出るという、うわ、はい、第2部の方でしか売らないんですけど、なるほど、販売しないんですけど、まあ、それも言いますね、目覚まし時計です。うわ、何それ、限定目覚まし時計、すごい、100個のみ、おお、限定、めっちゃ限定で、アゴキングの差しなので、サスケ目覚まし時計、アゴキング目覚まし時計50-50、限定 で声入りなんですけど、うわ、声入って、声入り、ボイス入り、おはようみたいな声が聞こえたりとかするのかな。おはようじゃ面白くないんじゃない。その辺にある目覚まし時計と一緒だよ。なるほど、違うんだ、そうだよ、見せてやってね。ニハオ、もう戦い始まってる。そうね、あれ、こっからスタート、え、まだ怖い、もう一応怖いよ。そして大事なのが、いつチケット販売するかということなんですけども、はい、チケット販売はなんと今からです。わー、来ました、すごい、今からだよ、もう今ね、見てる方はすぐにチケットを、はい、しかない。詳しくはですね、下の概要欄に飛んでいただいて、はい、でチケットだったりとかですね、一次選考、二次選考、一般販売とか詳しいこと載っておりますので、そちらの方からチェックしていただいて、チケットの方を購入していただけたらと思います。コロナとかの、ね、影響もありまして、このイベント自体延期するってことはないんですけど、お客さんを制限しなきゃいけなかったりとか、ちょっと来づらいとかそういう方もいると思うので、オンラインのチケットを販売するかもしれないです。おー、はい、おー、おー、まだ分かんない、決まってない、ね、そうですね、もちろん来ていただいて盛り上がった方がいいと思うんですけど、その辺はちょっとまだ検討中ということで、はい、決まり次第こちらからご報告またしますので、と5周年なので、はい、もうこれは大盤振る舞い。え、何何何、大盤振る舞い、一部二部に来てくださった方全員にステッカーを配ります。おお、たくさんのステッカーを配ります、そのステッカーは非売品、あ、そうです、限定の、わー、すごい、グッズとしては販売しないものになりますので、で、一部で選挙、総選挙って言ったんですけど、はい、ちょっとね、このメイン動画を使って、まあ、エンディングのエンディング後なのか、サブチャンなのか分かんないですけど、そういうのを使ってですね、政見放送をしていくと思いますので、おー、はい、また見ていただいて、あ、この人ってあのプレゼンチャンネルでこういう曲やりたいんだとか、あ、夢とかもし語ってたら、あ、この人投票したいとか思うので、なるほど、ね、はい、でそういうのはお見逃しなく、もうみんなで5周年をお祝いしようということでやるイベントなので、はい、はい、でそれぞれね、意気込みを、はい、お願いします。はい、まちゃまちゃさんか、マイク持ってないでしょ、まちゃさん、どうも、あざまです。楽しみたいと思います、皆さんと一緒に。5周年、私5年前何してたかなって言ったら、あの本当に友達とですね、あの恋が成就するという神社を半年間回っていましたね。半年ぐらいです。5年前、懐かしいですね。はい、見逃すか、はい、言わないで、言わないでよろしくお願いします。はい、ですね、やっぱりあの私は前々から言ってるんですけど、イベント、うん、直接会うっていうのはですね、うん、YouTube で見ることができないんですよ、うん、視聴者の方のね、お顔で直接会った時に、こんなに家族がいるんだとか、うん、あ、こういう応援してくれる人がいるんだっていう、すごい励みになるんですよ、我々にとって、うん、それを一緒に5周年で共有したい、はいはい、その気持ち、ぜひ皆さんね、隠れてないで隠れてないで、隠れてないで、いつも見えてないんでね、あ、そういうことです。ぜひ一緒に共有していただけたらいいなと思っております。で、私がもし1位になりましたら、あれ、もう言っていいですか、もう言っていいですか、はい、もうモノボケ見せますんで、すごい面白い。 え、1位になったら見せるってことですか。パンさんが1位総選挙で取るようなことがあったらモノボケするってこと。どういうことなんですか。いやいやいや、何だろう、自分で言ったんですよ。とにかく、あの、ぜひね、遊びに来てください。はい、どうも、水戸先生です。5年も経ったということでね、まあ、5年前を思い出すと、本当に2人がね、最初に住んで、あの、撮ってた家の中で、うん、昔のドラえもんに出てくるみたいなね、押し入れの前でモノマネを5本撮り、10本撮り、1日したりとかね。ありがとうね。でもあれから5年経ったってことなんで、そうだね、どれだけ自分も成長できたのかなとか、なんかそういうのを感じながら楽しみたいですよね。うん、でもイベントはやっぱ毎回やるごとにね、本当に盛り上がるんですよ。うん、
もう楽しいしガチだし、その長縄とかね今までやりましたけども、これはね本当に生でどれだけ本当に盛り上がれるチャンネルかっていうのをぜひ見ていただきたい。お願いします。はい、よろしいです。ライブ、独特のやっぱ臨場感っていうのがやっぱ音楽のイベントとかでもあると思うんですよ。それと同じようにやっぱ YouTube で見てるだけでは伝わらない臨場感をね、僕らはお届けできると思うので、それを楽しんでいただきたい。あと史上最大規模ですもんね、プリットチャンネル史上、それもねぜひ皆さんも一緒に立ち会っていただきたいと思ってます。頑張ります。ささやきおかみささやきないのか。みんなでやりましょう。やりましょう。それのことだ。僕が悪かったです。理解してないよ。すいませんでした。稲村さん、はい、まあ、5年って聞いたらそんなにと思いますけど、こうやってバーって駆け抜けた感じもありますし、まあその駆け抜けた感じがあるってやっぱ楽しかったから、一緒にみんなでやってて、普通のあのプリット前のプリットハウスでねやってた時のバカバカしいのとか、そっくりさん、今回もそっくりさん復活するのか分かんないですけど、の楽しかったし、けどこうやって今ねまたあの新しいスタジオでやったりするのもクオリティ高くて楽しかったりしますから、このメンバーあとプラスね昔のメンバーもいてのプリット撮影だと思ってるんで、それを今回会えるんで、ぜひ皆さん途中から見て昔のメンバー知らなくても絶対楽しめますし、まあそれぞれの推し皆さんいるかなと思うんで、それにぜひ会いに来てください。僕推してる人に会いたいんだよ一番。僕推してる人何人いるかで確かめたいの。あの、あってまで、あってまでこうやってね俺推してくれる人に会いたいです。手出せないで、イカズチ、イカズチ落とさないで。みんな来てねよろしく。言いたいこと言える環境ってすごい大事なんだよね。よかったですね。じゃあ行かしてもらいます。僕はですね、まあこれ僕が言うべきなのか、はい、その言うのはどうなのかなって感じなんですけど、プリットチャンネル動画より生の方が面白いと思うんですよ。おー、言うね。でもまあ僕が言えることじゃないんですけど、本当編集してないみんなのがその面白いなって僕はすごい思うので、だからその感じとかは絶対生でしか見れないと思うんで、ぜひお越しください。どうですか。いいよ、いいよ、いいよ。どうも、ウォーキングです。コロナになってからあのイベントがでコロナ違うわ、私たち違う、あのイベントができてなかったじゃないですか。で、まあ、生配信をね何回かやったんですけども、まあ、僕はちょっとあのお休みいただいてたので、生配信もう2回連続で出てないんですよ、なんで、まあ、久しぶりにねみんなと長時間の撮影もできるし、まあ、その現場にお客さんもね来てもらって一緒に盛り上がって楽しめるっていうのがすごい、やっとこの機会が来たなと思ってますので、ぜひぜひね来て一緒に盛り上がりたいっていうのと、あと1月30日にイベントということなので1月20日に誕生日です。そうだ、なんで皆さん来てください。うわ、それ表格とか表情。うわー、ずるー、まあ、バースデーよ。やり方が早速だよ。よくそうだね、うちら1日1例だよ。そうだね、31日なんだろ、ね、毎日誕生日だよ俺。うわー、ずるいやついた一番。あとでも何歳なの、ね、どうなってんだよ、サイネスさん。すごいな。まあなんでね、みんなめっちゃ弾いてる。めっちゃ弾いてる。いや、私はね、前回弾いてる理由違うのよ。え、こっちの方が何分回してんだ。確かに、確かに。というわけで皆さん、来てください、お願いします。はい、というわけでですね、こういったコロナの状況の中、たくさんのスタッフさんが関わってくださってやっとできるイベントですので、豊洲ピットさんの方もですね、感染対策の方をしっかりしてですねイベントができるという判断になりましたので、こういった告知をさせていただいているんですけども、まあ我々もですね、まあ、ワクチン2回打ったりとか、まあ、いろいろねできる限りのことはやってですね、あとは皆さんを楽しんでいただけたりとか、この5周年たくさんの人と祝って、約2年ぶりのイベント再開みたいなね感じの気持ちでいるんだけど、さらに卒業したメンバーも含めてみんなでね記憶に残るイベントをしたいなと思ってます。でこれは成功したらまたね来年中にまたできるかもしれないし、プリットチャンネルもそうだし、今後のこの世の中の希望みたいな、もうイベントができるような環境に慣れていけばいいなっていうさ、のスタートかなと思ってますので、先駆けね。そうだね、ぜひ皆さん、遊びに来てください。1部はねもうみんなでわーっていう感じなんですけど、2部はもう歌いまくりますんで。歌いま
当に、はい、ガチっぽいコンサートもありつつ、青キングとの5番勝負みたいなのもあるんですよ。はい、で、皆さんに投票していただいて、青キング勝つか、サスケ勝つかみたいな、それで投票して、その結果次第では皆さんにとあるプレゼントするとか、あったり限定のね、グッズもありますんで、といった感じです。はい、はい、皆さんぜひ1月30日、日曜日、豊洲ピットでお待ちしてますので、ぜひ来てください。はい、はい、だけじゃないの。言ったりじゃない。2個あるって、ずっと生配信とかでも言ってたんですけど、うんうん、あのこれとは別のハリーピーナッツっていう、はい、ついに、はい、販売日が決定しました。おー、はい、ありがとうございます。はい、まあ、ハリーピーナッツっていうのはですね、猫のキャラクターなんですけど、はい、こういう感じですね。おトレーナー、はい、これあのグリッドハウス内にある後ろのぬいぐるみのあのキャラクターなんですけど、伊藤洋華堂さんとアリオさん、全国75店舗で販売することが決定します。伊藤洋華堂さん、伊藤洋華堂すごいよね。何を販売するかっていうのは知ってる人もいるかもしれないですけど、過去の動画ちょっとやってるので、はい、こういうハンターをね、ハンカチ、わーい、こういうポーチも出た、こんないっぱいしてる、このポーチすごい、モコモコ、そう、モコモコちゃんね、ステッカー、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、ほら、ワビン、おお、別のデザインのワンポイント、ワンポイント、レザーね、ワンポイント、トレーナーと T シャツとありますね。こういう感じでね、あるんです。はい、たくさんいっぱいあるね、いっぱいあるんですよ。これの発売日が決定しまして、なんと明日からです。明日からなんで、明日26日金曜日から販売いたします。はい、でこれオンラインでは一切販売しなくて、その店頭だけになってしまうんですけど、なるほど。そしてですね、ここからが大事なんです。私がですね、全国回ります。何でも回れるか分かんないですけど、回させていただきます。回って、はい、大食い人でやるんですか。フードボード、なんでいじめる。いじめる、これが手売りすんだ、じゃあ孫の CD みたいな。ブルー。手売りはね、接触とかができないのでしないんですけど、まあ行ってポップとかボードにこうサインして写真撮ったりとかするんですけど、でもし運よく会えたならば、あの対応させてはいただきます。来てサインしてくださいとかあれば、私よければ全然しますんで、ぜひ購入していただけたらと思います。で、あとはですね、各お店にいくつかグッズの中にサインを、私の書いたサインが入ってるんですよ。どういうこと。だから運が良ければこれに書いてあるかもしれないし、各店舗1店舗につき何個かは入ってるんですよ。数は少ないんですけど、すごい、全部やっちゃうとお前のサインいらないって人もいるんですけど、中古じゃねえかよみたいなね。あるかもしれない。何で言われるの。何日にどこのお店行くかはまあシークレットみたいな。なんだもん。もしかしたら、あの他のメンバーと一緒に行くとこもある。しょうちゃんね、一緒に行くんだよね。お願い。いや、もちろんもちろん、あの一緒に行きましょう、いろいろ。本当に。なんで、本当に行く。行くって言ったら行くんだよ。行っていいよ。言っときな。宣言どっち。行かないって言ったら好感度下がるんだよ。どっちかだよ、どっちか。どっちかだ。みんなで行きましょうよ。うまいわ、逃げ方が。いやいやいや、アイドル、アイドル、アイドル、マジで。カフェ、いやいや、全然行きますよ、それ言ってもらえたら。全然行きますよ。行かしてもらいます。行かしてください。一応あの聞いてる情報では、あの娘さんの実家が、あの関係者の方々と含めて、はい、なんか大人数で買いに行くっていう。あ、そうです。あ、もう、はい。なんかとある店舗はすぐ売り切れちゃう。そうです。うちの近所の人、うちの近所の人、本当に気をつけて。各店舗量が多いわけじゃないですよ。本当数点しか置いてない。そうなんだ。だから、お気をつけくださいっていうのと、はい、このグッズがもし完売するようなことがあったら、なんとこのキャラクターがアニメになります。テレビとかじゃないですけど、YouTube 上でアニメーション。すごい。すごい。声がつくかもしれない。そうでございます。確かに声聞いたことないから。で、一応でも決めてるんだよ。これはこの人にやってもらいたいっていう。あるんだ。あります。教えてください。はい。ちょっと先生に。いや、僕はハリーピーナッツ。すごいポイ。もうすごいじゃん。オーディション。あ、やめたんですか。はい。いや、俺がハリーピーナッツだよ。太ってた。太ってた。声が。ハゲーピーナッツ。だったら違うキャラじゃねえか。あの敵キャラの絶対デシャンボになるキャラだったよ。マリオみたいな。ねえ、ハゲーピーナッツ。一人準備してるから、やってあげて。どうぞどうぞ。一人準備してあげて。準備してるから、やってあげて。分かりました。おーい、俺がハリーピーナッツ、ハリーピーナッツって言った。どう、ニマーニマニマー。
全国で回りますので、あの北海道とかも普通に行きますんで、会えたらよろしくお願いします。はい、というですね、2つの告知になります。すごいな。畳むのやめてもらって。いや終わりかなと思って、ね、いや終わりかなと思って、その終わりの説明に。やりたかったですね。お、ハリピナッツだよ。あの僕はハリピナッツ。はい、はい、でこちらのグッズに関しては明日から豊岡のアリオさんで販売するということになります。はい、よかったらね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。はい、はい、それでは以上2つのご報告動画になりました。それではせーの、バイバーイ。24時間貸し切り騙し屋祭り。あー、広め。おっきなことだぜ。あとは歯磨いて寝るだけだぜ。応援してくれよな。おう。